と冗談を言う石井に対し、ズバッと151キロを投げ込み本当に三振を奪う松坂。9連続への期待が高まる。続く横浜高校の先輩鈴木貴則にもストレートで真っ向勝負。3球目にこの日最速の152キロをマークし、ツーツーからの5球目で再び152キロ、ストレートにこだわり2者連続三振。そしていよいよ高橋由伸との注目の対決。でオープン戦で打ってますけどどうですかね今日は。まあオープン戦はオープン戦なんで、今日ね、今日まっすぐをね、みたいですね。オープン戦は変化球しか見てない。狙い通りのストレートを叩いた由伸の当たりはセンターへの痛烈なライナー。この瞬間松坂の伝説への挑戦がついえる。一方セ・リーグの先発上原も松坂に負けじとナイスピッチング。まずは西武松井を3球勝負で三振。続く小坂にも遊び球は一切なし。これまた3球勝負で2者連続三振。そして迎えるは上原 VS 一郎、夢の対決実現。一郎さんとの対決とかはやっぱり楽しみです。はい、すごい細かいコントロールのあるピッチャーだという印象ですけど。どんな風に打ち崩したい。イメージがちょっとできないんでね、立ってから。古田のサインに首を振り、フォークを投げた上原だが、天才バッターには通じない。手を仰いだ打球はバックスクリーンへ一直線。さらに3回、迎えた2度目の対決でもツーベースヒット。一郎には完敗の上原だったが、その実力の片鱗を十分に見せてマウンドを降りた。久しぶりに緊張って言ったらおかしいですけど、ちょっと硬くなってしまいました。三振はもう1個取れてもう満足したんで、とにかく9個のアウト早く取って帰りたいっていうのがあったんで、はい。さて先制点をもらった松坂の2イニング目はお待ちかねゴジラとの激突から。今日はもうストレート狙いで、まあ変化球来た時にはまあなんとか対応しようかなと。もうとにかく回戦を楽しみにというか打席に入るのを楽しみにしていきたいですね。力と力のぶつかり合いは149キロのストレートでゴジラ松井をレフトフライ。そして怖いローズペタジーニを今度はスライダーで連続三振。そうそうたる顔ぶれを相手に堂々たるピッチング。この回でお役御免となるはずが、東尾監督と一郎の続投コールに応え3イニング目に突入。しかし先頭の関川にいきなりフォアボール。さらに続く古田にストレートを弾き返されノーアウト1・2塁のピンチ。ここで踏ん張りを見せて井岡を三振に打ち取るが、セ・リーグがダブルスチールを仕掛けてキャッチャー中島の悪送球を誘う。松坂無念の1点を献上。さらに1打席目は三振に仕留めた石井にレフトへ犠牲フライを打たれ1対2と逆転を許してしまう。しかし2回まではパーフェクトピッチング。奪った三振5個は実に34年ぶりの高卒ルーキー新記録となった。来た、まさか今投げてくれた。気持ちよく投げれたんですけど、そうですね、せっかく一郎さんがホームランを打ってくれたのに逆に咲いて申し訳なかったです。その松坂を打つことができなかった松井だが、6回にバックスクリーン右へツーランホームラン。これでオールスター新記録となる3年越しの4試合連続アーチ。セ・リーグ4番の意地を見せた。